アジアカップレバノン大会、各チームとも決勝トーナメント進出をかけた最後の戦いです。グループ B、 韓国対インドネシア戦です。この時間は日本時間の午前1時35分から始まっている韓国対インドネシアの試合を中継録画でご覧いただきます。ベイルートのオリンピックスタジアムです。韓国は今日勝つか引き分けでも決勝トーナメント進出、一方のインドネシアは勝つことが準々決勝進出の条件になります。解説は橋谷哲司さん、実況近藤でお伝えしてまいります。橋谷さん、はい、まず韓国ですが、はい、なかなか勝てない、点が取れない、いやもう本当に苦しいスタートを切りましたよね。ただまあ今日のゲームはですね、あのホンミョンボが、帰ってきましたからね、試合としては安定したゲーム運びになると思いますね。それからストッパーのですね、シドニーオリンピック組の若い2人を外してベテラン勢で固めてきた、うん、そうなんですよね。そのオリンピック選手のその、まあ、判断ですよね。その辺がそのクリアをすればいいのにパスをつなげたりとかしてね、自らのピンチを招いてましたからね。その辺、ホン・ジョンム監督はやっぱり手こ入れしてきましたよね、うん、今日の審判ですが、主審は上川徹さんです。その韓国のメンバーをご覧いただいています。ゴールキーパー今日はイ・ウンジェです。2番カンチョル、それから7番のキム・テヨン、ディフェンダーはオリンピックメンバーを外してベテランを起用しています。9番のソル・ギヒョン、そして11番のイ・ドングクはいつもの通りフォワードで入ります。17番のチェ・ソンヨンが今日は先発起用、そして20番レイソルのホン・ビョンボが出場停止が明けまして今日出場します。今日はオリンピックメンバー合わせて、まあ、これまで6人いたんですが4人に、まあ、ある意味で数字上減らして、はい、で代わってチェ・ソンヨンも入れるというような形になっています。また後ほど伺っていきましょう。そしてインドネシアのメンバーですが、インドネシアも実は5人メンバーが変わりました。橋渡さん、これ5人も変えてきた、どうなんでしょうね。やはり1、2戦の、まあ、疲れがすごく出てるのかもしれないし、コンディションを落としたから変えてきたのか、はい、この辺もね、やっぱ始まってみないとちょっと私もわからないですね。この辺りは見ていきたいと思います。10番のスピードのあるユリアンと、それから11番のサクティと、まあ、こういったあたりがおそらくこの守ってあとはそのスピードを生かして出てくるような動きがあるかもしれません。韓国とインドネシアのゲームです。まもなくキックオフです。今日勝つか引き分ければ決勝トーナメント進出が決まる韓国です。一方のインドネシア、今日は勝つことが条件です。勝たなければ決勝トーナメント進出はありません。韓国としてはただこれまでまだこの大会勝ち星がありません。まだ勝ち点3を挙げた試合がない韓国です。今日の審判、日本の上川徹さんです。この大会のオープニングゲームを、ね、吹きましたからね、はい、いいレフリーだったですね。11番のイ・ドングク、そして今日はパクチソンが先発で起用されています。パープルサンガのパクチソンです。前半のキックオフ、まず左のエンドから韓国です。今のところ韓国がですね、右サイドにノ・ジョンを入れて3トップ気味に来てますね。かなり高い位置、相手のゴールに近い位置でプレーをまず始めました。韓国がしかしもう非常にボールの方の支配は圧倒的です。さあ前に出てきてシュートは入った、決まりました、ね、韓国先制。前半の30分、しかしあまりこの韓国の選手の表情があまり変わりません、はい、当然だみたいな感じですよね。やっぱり深いところまで入ってってのクロスボールですよね。いいドングクが入ってきて、そして韓国が先制得点を挙げました。前半の30分です。さあこれでいい流れの中で、まあ、得点を挙げてきた韓国です、はい。まあ、韓国は決勝トーナメント進出のためには勝つかあるいは引き分けでも進むことができる。ヘディング、これも最後はフリーですか、はい、
ここで前半終わりました。韓国が1対0とリードを奪いました。まあ、前半立ち上がりから終始ボールを支配して優位に試合を進めてきた韓国、まあ、何度もチャンスを迎えて、まあ、この流れの中で点が取れればと話して見ていましたが、韓国がまず1点を奪いましたから、はい、ある時間帯でやっぱり2トップにしてくるんじゃないかと、うん、で控えでですね、21番のプティライ、彼すごくね速くてね、シュートもね意欲的に打ちますしね、いい選手なんですね。髪の毛なんか染めてる選手なんですけども、うん、彼をいつ投入するか、この辺が監督采配のねちょっと見どころですよね。先ほどベンチの外でユニフォームに着替えている姿が見られましたが、今どうやらこれ交代、後半の最初から交代してくる可能性が高くなっています。今準備をしているところです。多分頭から来ますね、はい、それから韓国も選手が変わるようです。ユン・ジョンファンが入りそうです。セレッソのユン・ジョンファン、今もうすでにピッチの中に入っているようです。いや失礼、今準備をしているところです。ロッキー・プティライとユン・ジョンファン、ユン・ジョンファンの交代について、誰と変えるのかちょっとわからないんですけど、まあ、中盤での球出しはできる選手ですから、はい、本当スルーパス、そういうものがやっぱり中央突破、細かいもう 15m ぐらいのスルーパス、こういうものがやっぱり出てくるんじゃないですかね。日本でもおなじみのユン・ジョンファン、まずこのロッキー・プティライ、今日も出場です。今入っていきました。髪の毛を染めて今日も出ています。そして今ユン・ジョンファンも入りました。キム・サンシクに変えてユン・ジョンファンです。まあ、これまでキム・サンシクは守備的な中盤の仕事をしていた選手ですが、ユン・ジョンファンはまあ、いろんなポジションができますが、前でもプレーできますし、それから守備的に仕事もできる、はい、そしてまあゲームを作ることもできる選手です。ね、本当中盤の中で唯一パスが本当スルーパスが出せる選手だと思いますね。1点をリードした韓国、そして勝つためには2点以上取らなければならないインドネシアです。インドネシアは何としてもまずこの大会まだ点を取っていないだけに、新しく入れたロッキー・プティライの動きにも注目です。21番のロッキー・プティライがすぐ近くに寄ってきた。ユリアント、ロッキー・プティライ、今のは足が高く上がって危険なプレーと判断されました上川さんです。いきなりやはりロッキープティライと、そしてユリアントが、はい、やはりスピードがありますね。本当にね、この2トップはね素晴らしいですよ。この人が館長です。リーナーアウトサイドに入りました。はい、ユーサンチョルが折り返した、シュートに行った、うっ、決まりました。2点目です。今日2得点のイードングク、なかなか点の取れなかった韓国がようやく2点目を取りました。ディフェンダーに当たってコースはちょっと変わってしまったんですね。キーパーとしてはちょっと悔いが残るボールだったかもしれません、はいはい、ソルギホンがポストになって落としたところですね。韓国ようやく待望の2点目です。しかし2点目のゴールが決まった後もあまり韓国の選手は喜びを爆発させるような様子はありませんでした。いいですよ。ワンツーで、さあゴール前入ってきた、ヘディングシュート、素晴らしい、3点目、ハットトリックのイードングク、もうクロスボール、ワンツーからそしてクロスボールですね、もうドンピシャですよ。今ユーサンチョルも手前で待っていた、そして外側にもう一人このイードングクが入ってきてのシュート。ロスタイムに入ってもう1点追加しました韓国。いい形だったですね今のはね。
これ選手たちにとってもこれロスタイムに入ってからもう1点取れた、はい、これは大きいことですよ。 2-0 で終わるのと 3-0 で終わるとまたちょっと違いますからね。さあもうあとは韓国はあとはもうこの試合終了の笛を切る。非常に今日はもう守りのその連携バランスが非常に良くなっています。ホンミョンボからのボール、今日はまあフォワードがずっと点を取れなかった今大会でしたが、ここで試合終了。イ・ドングクのハットトリック、3対0で韓国がインドネシアを破って決勝トーナメント進出を決めました。敗れたインドネシアは結局決勝トーナメント進出はなりませんでした。